シロ、かわいい、おいで。シロ、でもここが定位置なんですよ。かわいい。シロ、尻尾ピンとして、おいで。シロ、シロちゃん。昨日あのミルク飲ませたんですよ。あ、シロに？うん、あの猫ちゃん専用の。はい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 。うん、あの喉乾いてないかなと思って。ね、シロ。ね。あ、珍しい。普通一緒にこんな撮影の時来ても、うん、人によっちゃいかないですよね。なんかトトラから。前回もこんな感じでしたよ。普通に出てきて。もうでも2年前というか1年前はもう全くやったんですよ。そうですよね。はい。もう自分も触ったのが今年入ってからかな。それで急激に一回触ったらもう。こんなあるんですよ。かわいそうに一人ぼっちでね、我慢してね。あ、喜びを尻尾こうしようでしょ。これマーキングの時と喜んでる時なんです。ほら、シラ喜んでるんですよ。シラちゃん。おやつ持ってるの知ってるんじゃないの、シロ。知ってますよ。もう昨日役場特定事故からお知らせします。知ってんじゃないの。なんか博多駅周辺で連絡事故も発生しています。こういうあの種類とか全然売ってないんですね。旅行でのなんか変な高い感じ、外国のみたいな。だから東京から買ってきたんですよ、これ。ないとかないですね。そうで、あのちょうど地域クーポンのあのクーポン券があったので、それで全部あのこの前は買ったんですけどね、博多駅のところで。しろ、あ、そうだ、面白い。こうおもちゃあげます。あ、すいません。遊んでください。まあ、ウイロさんがおるけん全然ついてこないよ。もうなんか結構持ってきたんですよ。あ、いえいえ、使ってください。使ってください。まだあるんですよ、ホテルに。はい、買ってきたから。あ、いやいやいや、もう明日もあげてください。大丈夫、大丈夫、使ってください。本当に。あの、いっぱい、本当にあの、いっぱい買ってきたのよ、私。シロ。え、動画アップしていいですか？あ、いいです。全然いいですよ。顔をあの潰してくれよ。顔をあの、ぼかしてください。顔をあのぼかしてください。皿とかもだから準備してきたんですよ。もしあの出せればと思って。はいはい、もうね、この子たちのためにも。あ、この子はでもこんな行くなんて。だけ自分前回びっくりしたんですよ。え、テトラのシロちゃん出てきたのかなと思ってから。そう、すぐ来てくれましたよ。シロって呼んだら。もうだいたい釣り人にも行かないですもんね。2、3メートル離れて投げてくれるぐらい。あ、そうなんだ。意外。うん。やっぱ分かるんですね。すごい。ね、最初からお友達ね。もうあの、定期的に読み取り、ロントラインしてるからいないです。大丈夫です。抱っこした。はーい。シラちゃん、かわいい。でもね、いつも甘えまくるのに来ないね、とかね。シロ。シロ。シロちゃん、何がいいかな。シロちゃんはね、いつも一人でね。シロ。シロ大好き。おいしいね。おいしい、おいしい。おいしいね。ごちそうだね。うん、お利口さんの子もねえ、食べたい。食べたの、こっちからした方がいいか。はい、はい、はい、こっち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 。はいはい、おいしい、おいしい。また東京あたりの YouTube 見て息はしたんですか。
あのね、なんか場所特定しようと思って、あ、そうか、みんな場所隠すからですね、調べるんですけど、で一応出るんですよ、場所的に、うんうんうん、でもやっぱり実際行くとそんなにいなくて、もしかしたら隠れてるのかもしれないんですけど、